ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は地震に関する話を、いろいろとしていこうと思うぜ。よろしく頼むわね。それでは、早速解説を始めていこう。では、地震の話をする前に、気になる出来事があったので話をしていこう。気になることとは一体何なの？それは、函館市でイワシが大量に打ち上げられていたことだな。え、そうなの。具体的に言うと、12月7日に函館市で、大量のイワシが打ち上げられていたんだ。イワシが打ち上げられていたのね。もしかすると、大地震の前兆として考えられている海の生物の異常かな。どうだろうな。ただ、その可能性は高いと思うぞ。しかも打ち上げられていた場所が函館市っていうのは少し怖いわね。そうだな。過去に函館市では大きな地震が起きているので、何事もなければいいけどな。本当にそうだね。それに最近の日本では、地震の発生が減少していることも気になるぜ。地震が減少していることは良いことじゃないの？いや、一部の専門家によると、地震の減少は後に大きな地震につながると考えられているんだ。え、そうなの。それはやばいわね。だから、最近のマリサは過去の地震の回数と現在の地震の回数を数えていたのね。そうだぜ。次に阪神淡路大震災が、南海トラフ地震の前兆として考えられている理由を解説していくぜ。よろしく。まず、専門家は南海トラフ地震が発生する前は、西日本での地震活動が活発になると考えられているんだ。ほうほう。具体的に言うと、1995年以降に西日本における地震は活発化しており、代表的な地震は、2000年に発生した鳥取県西部地震、次に2005年に発生した福岡県西方沖地震、そして、2016年熊本地震だな。確かにこうしてみると1995年以降から地震の発生が多くなっているわね。でも、たまたまじゃないの？そういうと思って過去のデータを集めてきたぜ。ほうほう。前回の南海トラフ地震は1944年に発生した昭和東南海地震、1946年の昭和南海地震、だと考えられるのが一般的なんだ。そして、この地震が発生する前の西日本の地震状況に関して、簡単にまとめてみると、1909年、明治42年8月14日、姉川地震、マグニチュード 6.8 の地震。8月29日、沖縄本島付近でマグニチュード 6.2 の地震。11月10日、宮崎県西部でマグニチュード 7.6 の地震。1927年、昭和2年3月7日、北丹後地震、マグニチュード 7.3 の地震。1943年、昭和18年9月10日、鳥取地震、マグニチュード 7.2 の地震が、発生しているんだ。確かに西日本で多くの地震が発生しているわね。まあ、今回紹介した地震は一部なので、実際はもっと多くの地震が発生しているぜ。そうなのね。それで、最終的には、南海トラフ地震に繋がっていくことになるのね。そういうことだぜ。さて、ここまでは阪神淡路大震災が南海トラフ地震の前兆ではないかとする考えについて解説したけど、この前兆に対する考えは、南海トラフ地震のメカニズムを知ることができればもっと意味がわかるぜ。わかったわ。それで、南海トラフ地震の南海トラフとは、駿河湾から日向灘沖にかけての海底の溝状の地形を指すんだ。また、トラフとは、海溝よりは浅くて幅の広い海底の溝状の地形のことを指すんだぜ。そして、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に潜り込んでいることから、南海トラフが形成されたぜ。なるほどね。単に南海トラフと言っても、詳しく説明するとちゃんと意味があるんだね。そうだぜ。次に南海トラフ地震の発生するメカニズムは次の通りだぜ。1、海側のプレート、フィリピン海プレートが、陸側のプレート、ユーラシアプレートの、下に1年あたり数センチメートルの速度で沈み込む。2、その際、プレートの境界が強く固着し、陸側のプレートが地下に引きずり込まれることで、歪みが蓄積される。3、陸側のプレートが引きずり込みに耐えられなくなり、限界に達して跳ね上がることで、発生する地震が南海トラフ地震なんだ。なるほどね。そういったメカニズムで南海トラフ地震が発生してしまうのね。もっと複雑な理由で南海トラフ地震が発生すると思っていたけど、単純な理由なのね。まあ、地震が発生するメカニズムはそこまで複雑なものは少ない。しかし、だからこそ地震を食い止めることが難しいんだぜ。確かにそうだね。では、具体的に、南海トラフ地震はいつ頃に発生するのか考えていこう。よろしく。まず、先ほども説明したように、南海トラフ地震は南海トラフで発生する地震なんだ。そして、最近の研究で、この南海トラフにはある規則性があることが明らかになっているぜ。え、そうなの？それでどんな規則性があるの？具体的に言うと、南海トラフでは、判明している限りで過去に5回の巨大地震が発生しているんだ。
そして、発生した5回の地震には時間的な規則性が確認されているんだぜ。なるほどね。だから、さっきマリサは約100年の周期で南海トラフ地震が発生すると、私に教えてくれたのね。まさにその通りだぜ。それで、南海トラフの規則性は周期だけではないんだ。え、他にもあるの？具体的に言うと、南海トラフで巨大地震が発生すると、地盤が上下することが明らかになっているんだ。そして、この地盤が上下する現象をさらに詳しく調べると、1回の地震で地盤が大きく隆起すると、次の発生する地震までの時間が長いことが明らかになったぜ。これはすごいわね。確かに本当にすごいと思うぜ。さて、ここからはこの地盤の上下変動に関しての話をしていくけど、今回は高知県の室津港のデータを、参考にして話を進めていくのでよろしく頼むぜ。わかったわ。まず、地盤の上下変動を年代ごとに見ると、1707年に発生した宝永地震では 1.8 メートル、隆起していることが明らかになっているぜ。1.8 メートルって高いの低いの？南海トラフとしてはかなり高く、現在明らかになっている主な巨大地震の中では、一番隆起したと考えられているぜ。なるほどね。となると、1707年から次の地震が発生するまでに時間がかかるってことになるわね。その通りだぜ。宝永地震から次の南海トラフ地震が発生したのは、1854年のことだったからな。147年間地震が発生しなかったんだね。そうだぜ。また、1854年には 1.2 メートル隆起したと考えられており、その後1946年に地震が発生しているぜ。ほうほう、それで、1946年にはどれくらい隆起しているの？ 1.15 メートルだぜ。え、それって、ここまでの解説からすでにわかると思うけど、次の地震までの期間が短いということになるな。そして、過去の地震のデータや地質などを、様々なデータを組み合わせて算出されたデータによると、次の南海トラフ地震は2038年に発生すると考えられているぜ。想像よりもかなり具体的にわかるのね。まあ、あくまでも予測されているだけだけどな。じゃあ、場合によってはもっと早く発生してしまう可能性があるってことなの？その可能性は十分に考えられるぜ。そうなのね。とにかく一日一日を大切に生きていくことにするわ。その方がいいかもな。では、先ほどの内容に引き続き、南海トラフ地震が発生する時期を別の方法で考えていこう。え、別の方法があるの？もちろんあるぜ。もう一つの方法を具体的に言うと、南海トラフの活動期と静穏期のサイクルから、次の地震の発生を導き出す方法だぜ。なんだか難しそうね。そうだな、すべてを解説すると長くなるので簡単に言うと、活動期とは、地層の活動が、活発になる時期のことを指すぜ。もしかして、火山活動とかも関係しているの？大きく関係しているぜ。まあ、総じてわかりやすく言うと、地層が活発になっている時期のことを、活動期と考えるようにしてくれよ。うん、わかったよ。それで、静穏期はその逆のと考えればいいの？そうだな、静穏期に関しては解説すると色々と長くなるけど、とりあえず、地層などが静かな時だと思ってくれれば特に問題はないぜ。わかったわ。では、そのことを踏まえて、サイクルを考えていくと、これまでに南海トラフでは、大きな地震が発生する40年前、大きな地震が発生してから10年後は活動期に、該当すると考えられているんだ。ほうほう、となると、現在は1946年前から南海トラフにおいて、大きな地震は発生していないので、前者の活動期が該当することになるわね。さすがだな、まさにその通りだぜ。でも、最近は地震の数は多かったかしら？それに関しては何とも言えないな。だけど、専門家によっては地震の数が多くなっているとする考え方もあるので、もしかすると、があるかもしれないぜ。なるほどね。また、先ほどのサイクルを、過去に発生した地震を統計学を用いて、次の発生はいつなのかを考えると、おおよそ2038年だと言われているぜ。なるほどね。どちらの方法でも約20年以内に南海トラフ地震が発生する可能性は、極めて高いことは間違いなさそうね。そうだな、2038年は南海トラフ地震に注意しておいた方が良いだろうな。では、次に南海トラフ地震の被害想定を話していこう。今までの話を聞いていると、被害想定を聞くのは少し怖いわね。気持ちはわかるが、被害想定を知らない方が色々と問題があるからな。確かにそうだね、頑張って聞くようにするわ。それで、南海トラフ地震について、日本政府及び気象庁が発表した被害想定だと、日本国民の約 54% が、被災する想定となっているんだ。地震で国民の 54% も被災するなら、日本の半分が被災することになるんだね。確かにな、しかも被害を受けるのは、静岡から西は全域だと考えられているんだ。確かに文字通り半分以上ね。
じゃあ、言い方を変えると、西日本に逃げ場はないってことになるわね。それに関しては、厳密には西日本の太平洋側には逃げ場はないってことになるな。南海トラフ地震、どれだけすごい地震なのよ。でも、ちょっと、冷静に考えると、さすがに政府が南海トラフ地震を大きく想定しすぎている感じがするわ。いや、断じてそんなことはないぜ。え、そうなの。なぜなら、一部の専門家は政府の想定は低いと指摘しているからな。低いって、もう十分すぎるほどにヤバい想定だけどね。確かにそれは否定できないけどな。また、南海トラフ地震には、東海地震と南海地震とで分けられるんだ。ほうほう。それで、次に発生する南海トラフ地震は、特に被害が大きくなりがちな東海地震と予想されているんだぜ。そういう予想ができるのって、純粋に科学の進歩はすごいと思うわ。確かにそうだが、やはり相手は自然なので、分かっていないところも多くあるんだぜ。なるほどね、確かに何時何分に発生するまでは分かっていないからね。まあ、そこが分かれば、十分な対策を行うことができるんだけどな。本当にそうだよね。それと、先ほどは言い忘れたけど、地震の専門家の研究結果によると、2050年までに大地震が起こる確率は、80% 以上だと発表されているんだ。高すぎるでしょ、ほぼ確実じゃないのよ。そして、その研究通り地震が起きた場合、被害総額は国家予算を超えると予想されているな。やばすぎるでしょ。じゃあ、もしかすると国が傾く可能性があるんだね。その可能性は高いだろうな。それで、先ほどの被害想定を詳細に紹介すると、国民の約 54% が被災して、死者の想定は32万人を超えるんだ。そして被害総額は220兆円にも上るぜ。32万人、やばすぎるでしょ。じゃあ、言い換えると、どこかの市町村の住民が一気に亡くなってしまう可能性があるんだね。それは間違いないだろうな。それに被害総額も桁違いにヤバいわね。そうだな、参考だけど、先ほどの被害総額は、あの東日本大震災の10倍以上となっているんだ。あれだけ日本全体が絶望した震災の10倍以上なんて、未知の世界だよ。だからこそ、日頃から地震に対する準備をしっかりしておくことが大切なんだぜ。なるほどね。さて、南海トラフ地震に関する話はここまでにして、最後に地震の前兆について話をしておこう。地震の前兆っていろいろとあるよね。そうだな、今回の動画の冒頭で紹介した、イワシが打ち上げられている件に関しては、海の生物の異常と考えられているんだ。なるほどね、海の生物の異常が確認されると、地震が発生する可能性が高いのね。まさにその通りだぜ。他にも、地震の前兆はいろいろとあり、地震雲や白い虹が有名だな。これはどんな前兆が起きるの？簡単に言うと、地震雲は、特定の形をした雲が空に浮かび上がる前兆だな。そうなの、一度は見たことがあるかしら。地震雲に関しては、特定が難しいと言われているので、その点は何とも言えないな。ただ、以前にトルコで地震が発生した時には、通常では考えられない雲が発生していたぞ。そうだったのね、知らなかったわ。次に、白い虹に関しては、地震が発生する前に現れると考えられている虹のことだな。虹は基本的に7色だから、白い虹は見たことがないわね。私も見たことはないが、過去には地震が発生する前に、謎の白い虹が多数目撃されているんだぜ。そうだったのね。じゃあ、時々は空を眺めて地震の前兆を探してみてもいいかもしれないわね。確かにそれは間違いないな。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。